武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は長崎大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間は医学部医学科が2科目、なので160分で、その他の学部は1科目のみで80分という形となっています。で、問題の構成に関しては大問が4題、ですね、出題されていて、ここ数年は力学、電磁気、波動、熱力学でそれぞれ1台ずつという形で出題されています。で、問題の特徴としてはですね、結構図をふんだんに使う構成となっています。問題そのものは基礎的標準的な問題が多いので、マーチレベルちゃんと仕上げていれば十分対応できる難易度かなとは思うんですが、論述だったり、図を書く問題だったりも出てきたりはするのと、ちょっとその図を絡めた読み取りをしなきゃいけないので、それに慣れとかなきゃいけないかなというのがあります。ですかね。で、割と問題数が、多めなので、その問題をパッとすぐ解き方を思いついて、解いていくというところを、しっかりやっていかなきゃいけないという形ですね。解き方がわからないような問題が、出ることというのは、そこまでないかなとは思うんですけれども、ただその状況把握というか、その解き方自体、問題文の条件とかを理解するのに少し、時間がかかる、実験だったりですね、の図だったりが、出てくるというところで、この辺は本当に問題集だけをずっとやってる人はかえって苦手かもしれない、ところはありますので、資料集だったりですね、こういったものをちゃんと使ったり、特にその実験問題とかあたりはちゃんと目を通しておいて、なんていうか図を見て想像できるようにしておくというか、状況把握がしっかりできるようにするってことを意識向けてやっておきましょう。計算ミスなどしなければ大抵は解けるかなとは思いますので、このあたりはですね、慣れ、という部分を中心ししっかり対策するように心がけてください。以上が物理の勉強となります。